相鉄線になんと E235 系ファミリーが導入されました今現在相鉄線には JR の車両がきますがそれは最強線の E233 系なんですよね相鉄も E231 系や E233 系ベースの車両がいるのですが残念ながら E235 系は今現在いませんしかしながらなんと最近電子レンジベースの電車が導入されちゃったんですよね この動画ではまず、相鉄の車両の現状についてお話をしていきましょう。そして、最近相鉄にも導入された驚きの新しい車両について紹介していきます。そして今回のこの電車、相鉄東急直通線開業後という結構大きな変化のタイミングの後に、今更営業運転開始した感じで、ちょっと遅いですよね。 なんでこんなことだったのかについても今回はお話をしていきまーす。それではまず相鉄東急直通線の車両についてお話をしていきましょう。今現在相鉄では一応 JR 直通を意識して JR ベースの電車がいくらか存在します。具体的な形式としては E233 系、E231 系とこの2形式がいますね。 しかしながら E231 系ベースの電車は直通ってしてませんし E233 系ベースについても12000系だけは直通してます。相鉄では一応 JR 直通を想定した3系しかいないですよ。100系、11000系、12000系ですね。100系は E231 系ベースで当時から実は新宿方面及び品川方面の都心直通線を想定した電車を用意しています。 確かこの頃からもう実は内部の計画があって JR に直通することを見越し E231 系ベースで作りました。ただ残念ながらこの電車は直通運転に使われませんでしたね。というのも後に E233 系が最強線で導入され、そこへ直通運転することになりました。そのため E233 系ベースの電車を追加で用意し、この電車は想定線内を走る専用車両として使うことだったらしいよ。まあ要は直通の対象からは外れた感じですね。 一応の相鉄では古い電車は結構いたんで、まあ、こういった旧型車両の交換も置かれてこういったことになったのかな？って感じです。一応このようにして、e、e231 系ベースの電車は登場しましたが、e233 系ベースの電車がちょうど京浜東北線へ e233 系が導入され、前後で導入されたんですよね。もうこの電車については、最初から jr 直通を前提にした設計になっており。 将来的に高電車を直通することをもう最初から決定したような感じで作ってます。しかしながらそこまでしたのに結局のところ直通ってはできませんでした。今現在もこの電車は直通に使用されず、想定線内完結運用で使用されてます。一番大きい原因としてはこの電車の使用ですね。実は編成の向きと言いましょうか。編成配置が非常に直通に不向きだったんですよね。いわゆる電車の モーターの配置とか、あとは、車両の方向っていうのが実は存在するんですが、この方向が JR とは逆さまです。一時期なんかひっくり返して、車両の線路転換とかを利用しながら、この向きを逆さまにして再度改良するっていうのも検討されたそうですが、残念ながらこれはできませんでした。想鉄としてはちょうど古い電車を交換したかったことも強かったんで、結果としては定鉄直通線向けの車両として、 12000系を新しく製造し、これをもう最初から JR 直通前提で作ったんですよね。この電車登場時期は E235 系が出てる時期ですが、一応直通相手が E233 系を使ってくるんで、これに合わせて意図的に E233 系ベースで製造されてます。ただ一部仕様は E235 系とか新しい形式系使われてるような部品も使われており、ちょっとなんかちぐはぐな感じになりました。まあ要するに、自社の古い電車を交換したかったっていう意図が強く、結局、 新しい形式を追加で用意し、一応自社船内の古い電車の運用を交換し、今現在活用されている感じですね。ただ構造的には将来的に案外、相鉄直通と JR 直通の運用が増えれば、この電車も相鉄から JR に入るような運用に使えるかもしれません。ちょっとこのあたりは結構注目かなとは感じます。また JR 相鉄以外にも東急側からも電車が来ます。東急側で使用される電車としては、 東急が持ち上げたと2形式あるんですよね。開業当時使用されたのは東急3000系シリーズとあとは東急5080系ですね。この2形式が開業当時使用されていました。今現在実はこれ増えたんですが、一応東急5080系とあとは3000系シリーズが使用されたことによって直通運転が実施されてますね。なお、 東急の路線では他にも、東映とか、メトロとかそこら辺にまで直通運転するんですが、この2車とかあと、埼玉高速鉄道とかあそこら辺は残念ながら直通運転現在、あそこの車について実施してませんね。なんか将来的に東映とかは結構直通運転することができる感じかもしれませんが、東いえの現在はまだ対応さえおわず、今後の展開にちょっと注目です。東映とかは結構なんか想定線を走行するために、 必要な無線アンタとかそこら辺の準備がされているそうなんで今後6300型を代替する際には注目すべきポイントかなという風には感じましたなお相鉄側からは相鉄2番系が使用されていますあと21000系もありますねあ、そういえば東横線系統からも直通があってそこを含めると3形式になります東横線からは5050 50系が導入されてますが一応この4000万台っていう重量平成限定ですね なお、目黒線は八四平成となっており、東横線は長い重量平成で運転されてます。しかしながら、東急3020系ですね。この電車は、なんと、相鉄、こちら行こなかったですよ。東急3020系、実は製造当時から相鉄に直通するための電車で作られたですが、なんと直通運転しなかったっていう感じですごかったですよね。さらに、東急の運用の多くは、 鉄位直通するダイヤに加えていたので3020系なんとリート状態になりました実際朝の運用限定でしかも2運用しか使えず非常に限定されていた状態なんでまあ、正直言ってリートレイって状態でしたね実際運用頻度も低く多くの時間を車庫で過ごしておりまあ、ちょっとせっかく新車を作ったのにこれはもったいないんじゃないかっていう悲しい状態でした 運用も各駅停車ばっかりで、朝の時間帯にちょっと走るだけ。なんなら休日に至ってはなんか、基本的に全部相鉄に東急の運用が直通する構造だから、運用が極めて少なかったそうです。ただ、一応若干ですが、いわゆる臨時便とかそこら辺を中心に、活躍全くないわけではなかったですね。ただ、とはいえ、せっかく新しく作った電車が全然活用されず、なかなか悲しい状態でした。 昔ながらこの東急3020系最近試運転を実施したですよね一応直通関連の準備はされてるそうでなんだかんだこの試運転の準備とかその他ものもの頑張ってなんか準備はされてる印象でしたただ残念ながら直通っていつ始まるのかについては特に相鉄や東急側からは発表もなくこれはいつ頃営業運転が入るのかも結構注目されてましたね 実際この電車、なんかやっぱり直通解造車とはいえ、試運転を結構してますから、いつ頃入るのかは結構謎って感じでしたね。まあ入れようと思ったら結構すぐにでも入るかもしれませんが、とはいえやっぱりこの電車、従来東急3000系とか、あとは5080系、5050 50系とは結構違いも多く、いろいろと結構試運転する際にはチェックが厳しくなるかもしれません。まあそんな感じで結構、 この東急3020系は、なかなかチェックとかいろんな事情があったのか、しばらく営業運転入んなかったっていう事情があるんですよね。そんな東急3020系ですが、ついに最近営業入りを達成することができました。ようやくこの9月末ですが、営業入りすることができたですよね。東急3020系、ようやくですが、この直通って解禁されて、実際に映像とかもネットで上がってまーす。 9月末に営業運転に入った東急3020系ですが、地味に今回のこの解禁はダイヤ改正と結構タイミングずれてるのはポイントです。普通、電車の運用の変更とか追加って割かしダイヤ改正のタイミングにすることが多いんですよ。まあ、ごく稀になんかダイヤ改正がすごい変なタイミング。今年で言うと銀座線ですね。あまりに乗る人が多すぎて、東京メトロを蹴散りすぎた結果減便してひどい目になりましたから、 さすがに増発しようって感じで、まあ、緊急的に増発したってことはですが、まあ、そういった閉塞的なダイヤ改正とか、あるいは普通の秋とか冬とかですね、大体いい秋のタイミングに結構、相鉄ってダイヤ改正することがあります。あるいは、春ですね。発表は冬ですが、春に大体 JR 東日本とかが、すごい大規模な改正を実施することがあるんですよ。その際に、この、電車の運用とかを変更して、 新しい電車がちょうどこのタイミングで運行開始することも珍しくありません。しかし今回特にそういったタイミングとは全然違うところで直通って解されておりちょっとこれは面白いですよね。秋の改正で営業入りをする前にとりあえずプレイオープンって感じで走らせるとか、まあ、もしくはなんか他の事情があるでしょうかね。少なくともダイヤ改正とはちょっとずれたタイミングで施工されたのはなかなか面白い事情等があるのかもしれませんね。 それではなぜこの3020系だけ半年ぐらい直通で開始が遅れたでしょうかいろんな説がありますが、一説には構造の差が大きいというのがありますね。今回導入された東急の3020系は e d 3 5系をベースにしており、インテロスとかそういった新しいシステムがいっぱい導入されてます。ですがこのインテロスって結構 システム面では新しいんですが、やはりそれに伴う互換性の低さもあるんですよね。東ーの従来の3000系とか5000系シリーズはみんな TIS とかそういったシステムを確か導入してます。まあ、これはティムスに結構近いシステムっていう風に言われるんですが、まあ、要するにインテロスとはちょっと世代が違うんですよね。ただしこの互換性の低さは時に運用上の問題になりやすいんですよ。 緊急トラブル発生時に原因の切り分けとかがちょっとやりにくかったりとか、あとは純粋にインテロス系のシステムが相鉄線内でバグなくちゃんと走れるのかをチェックとかいろいろ結構手間が多いんですよね。また相鉄東を直通線、一番最初の開業時にこの3020系がなくても運用数的には足りる構成になってました。そのことからおそらく3020系はとりあえず見送って、 他の2形式で運用しつつ、この電車はその後ちょっとずつ試していくとか、そういった方針だったかもしれません。また、装鉄等級直通線開業前の、いわゆる装鉄乗りで改造に伴う電車の闇の車両としても活躍するため、後回しにされた結果、こうなったのかなっていう風に個人的に感じます。この改造期間中、どうしても3020系を普通の運用に回して、他の電車が改造されていくっていう手順を踏んだ結果、 この電車の改造は実際相鉄東急直通線開業後、このタイミングだったんですよね、新横浜線できた後に改造始まった感じなんで、まあそういった順番の都合や、あとは車両の数を少なさに伴う取り回しの特殊性、まあそういったことが今回のこの3020系のデビューの遅れにつながったんじゃないかというふうな結論になったのかなって感じてますね。ダイヤ改正に伴う利便性向上にも個人的には期待してます。 具体的には西屋行きですね。この相鉄東急直通線は西屋行きというのが設定されてますが、この西屋止まりの多くは、相鉄本線横浜から来た電車に連絡します。逆に西屋始発は、海老名や湘南台方面から来た電車と連絡を取るんですよね。まあ、こういう風にするだけでも結構、利便性は随分改善されでしょう。月光ダイヤルは実を言うと、新横浜方面平気で昼間20分電車は来ません。 さすがにこれはちょっと普通に考えたらやばいですよね。電車が来るまで20分待つっていうのはさすがにやっぱり待ち時間が長すぎます。20分に1本って言ったら川越線の単線区間とか、あとは常磐線の鳥リ,リ北とかまあそんな感じの密度ですからね。まあちょっとやっぱり都心部にしては本数が控えめって感じでした。まあそもそも東京方面、あとは新宿方面の JR 直通線だってはなんと30分に1本って感じでもっと広いですが、 ま、あそれはともかくやはり、東急直通線の本数を増やすためには、例えば新横浜から二駅延長した西屋駅っていうのを作るだけでも随分変わります。JR の場合はどうしても湘南新宿ラインの線路容量とかの都合で、本数を増やしにくいですが、東急の場合は新横浜駅より開しを減らすことで、まあ、もしくは新横浜駅をこの西屋駅に変更するだけでできるため、比較的お手軽なんですよね。ただ3020系がやはり開業当初は、 直通できないことか、ちょっと直通の本数は制限がかかる感じでしたが、やはりトラブルとかも結構最近は減ってる印象ですし、そうなってくると普通に東急と、この相鉄の直通の便を増やすことは可能になってくる範囲になります。つまりこの相鉄東急直通線の運用数を増やすために、今回のこの3020系を対応を実施し、そしてそれに伴う直通運転の拡大というのはあるかもしれません。ただヒルマンダイヤの調整は結構厳しいかもしれませんね。 今現在、新横浜駅昼間は南北西系統電車を使ってですが、このうち東急部については西山に伸ばせるものの、ただ、メトロ車についてはやっぱり西谷で止まるとかそういうのはできませんね。もちろん今後、メトロ車が改造されたり、あとなんか B 修繕工事も計画されてたべ、場合によっては8両平成化をし、この8両の運用は全部相鉄直通対応車限定にまとめることで、将来的には新横浜市発の奥をこの西谷に持ってくることは可能です。 しかしながら現行ダイヤルは結構これが厳しい印象で、仮に3020系対応しても昼間の新横浜止まりを2試に延長するというのは非常に厳しいんじゃないかという風に個人的には感じるんですよ。まあもちろん本当にこれを実施するのかについては私知りませんが、ただ現実性はありますよね。割と結構運用数的にもそんなに増やさずいけますし、なんならちょっと時間を調整すれば割といける感じもあります。 将来的にはこういった調整とかも現実的に入ってくるかもしれませんね。まあ、このような感じで一応相鉄で新しい電子エージのカが増えちゃいました。相鉄の路線内でこの電子エージの活躍は今後さらに増えていくとですよね。ちょっと喋りましたが、都営6500型とか、あと南北線の9000系の更新時に対応されていくのか注目です。都営線側については一応6500型が なんかこの直通に関するアンテナとか色々そういった準備のスペースともあって注目されてますね。一方、南北線の旧制系についてはちょっと今現在そういうスペースとはないため、まだわかんないところですが今後対応される可能性はあります。実際東京メトロって JR のフォア装置、搭載線中ラ線向け車両で搭載してますからね。搭載そのものは可能でしょう。まあ、今後この電子エンジンも相鉄に増えたことですし、ますます車両形式増えていきそうで面白そうだなーっていう風に感じました。 なかなかあの相鉄線という路線は車両数が多くてごちゃごちゃですごいことに今後大りそうですね。埼玉高速鉄ムなんか新車両は相鉄に入ることを想定してるとかなんかそういうこと言ってますし、今後にますます注目かなっていう風に感じました。皆さんはこの東急3020系の営業運転相鉄線内での開始に伴うお話についてどう思うでしょうかもしよかったらコメント欄等で感想や意見等を書いてくれると嬉しいです。 このチャンネルでは鉄道に関する情報を発信していきますので興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいですバイバーイ